おはようございます。本日ぶち合います。これは大学。行ってきます。めっちゃ食ったなって思う日よりもその 1.8 倍を食わないと太れない。今ね、学校終わったのでウォークアウトウォークアウトウォークアウト。本日最高一日でした。明日は早起きして、まあ自分のやりたいちょっと勉強してから大学行こうかなと思います。じゃあね、もう瞑想して寝たいと思います。筋トレ行ってきます。腕回り2ヶ月で40いきます。そうです。パッパッパパッパパッパイトがパッパッパパッパハー。バイト終わったんで帰宅します。おはようございます。本日ぶち上げます。5月31日バイト行ってきます。終わったんで大学行きやす。緊急終わったんで帰宅チュース。お前がな。6月1日6月もぶち上げます。
今から大学行ってきます。もうね6月なんでね、筋トレもねパチパチにやっていこうかなと思います。の一部をフォローしてね。ちょっと待って、なんでそれ、しかもさ、それって大学生がやることないんだよ。テスト終わりました。試験終わって、飯食って動きます。きっと行ってます。今からバイト2時間行ってきます。バイト終わったんで帰宅します。そんないらないこと言ったってわからない。どこにも居場所がない日々で探し続けていた。今ねもう11時前なんで、明日ちょっと早起きしてやりたいことあるのですぐ寝るとと思います。寝たいと思うよ。じゃあストレッチと瞑想しておやすみなさい。明日も無事上げます。本日も最高の一日でした。ただす、本日もぶちかまします。今週ラスト、大学の前に筋トレ行ってきます。修正して対処しました。じゃあ終わりです。ようやく帰宅できます。もうね。帰りよー。うん、本日も最高の一日でした。もう、ね、明日は休みなので、ちょっといつもよりも睡眠を取ろうかなと思います。じゃあ、寝ます。これから筋トレ行ってきます。ワクワクしてます。
今からバイトぶっち開けます。三頭筋パンプしてます。バイト終わりました。新宿行きます。本日も最高の一日でした。明日ね、早起きして学校行くので、まあね、週末だけど頑張りたいと思います。寝ます。今から大学行ってきます。うん、ちょっと撮っいいですか、うん、何のために持ってきたんですか。いや、なんか見て、今週も楽しい一週間でした。まあね、増量が始まって目標体重が69キロで今70キロぐらいなので、あと9キロぐらい3ヶ月ぐらいで増やせたらいいかなと思っております。まあね、たくさん食べて、まあ、僕大腸弱いので大腸にも気をつけながらやっていこうかなと思います。じゃあ、ね、そんな感じでぜひね、最後まで見ていただけた人、増量頑張ってコメントいただけたら嬉しいです。そんな感じで、ね、今日は終わりたいと思います。ぜひね、この動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして概要欄の方に、まあちょっとちょろちょろっとコメントを書いてるので、ぜひ読んでいただけたら嬉しいです。そんな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。しょっす。